力学モデルによるウィキページのネットワークの可視化力学モデルによるグラフ描画はグラフを美しく描画するためのアルゴリズムの一つであるこのアルゴリズムはグラフの濃度を二次元空間や三次元空間に配置して辺の長さをほぼ等しい長さにしグラフの辺ができるだけ交差しないようにすることを目的にしているこのアルゴリズムでは グラフの頂点と辺に仮想的な力を割り当て、力学的エネルギーの低い安定状態を探すことで、この目的を達成している。最も直接的なモデルでは、それぞれの辺をフックの法則に従うバネとみなし、それぞれの頂点を空論の法則に従う電化を持つ粒子とみなす。そして、その力学系の挙動をシミュレートし、弾性力や静電気力が粒子を近づけたり、 遠ざけたりする様子を計算する。粒子が安定な配置になり、位置が変化しなくなるまで、力の計算と粒子の移動を繰り返す。その時点で、グラフのレイアウトが完了し、描画される。この平行状態は、すべての力が釣り合った状態に相当する。以下が重要な長所である。しかし、以下のような短所もある。それぞれの濃度に対し、位置及び速度、 質量を定義する。バネ定数を設定できる場合も多い。この例では、フックの法則とクーロンの法則を用いている。すべての濃度の速度をにする。濃度の位置をにする。2つの濃度が全く同じ位置に置かれないようにする。ルー。運動エネルギーの合計、イコール0。すべての粒子について、運動エネルギーの合計を計算する。 for e h すべてのノードアズノード1。力、イコール、この粒子について作用するすべての力の合成を、計算する。for e h すべてのノードアズノード2。力、イコール力定数、距離、ノード1、ノード2に、空論力。for e h このノードにつながっている、ノードアズノード2。力、イコール力バネ定数バネの自然長、フックの法則による力。 内部摩擦がなければ粒子は停止しないので振動の減衰を計算する。濃度1の速度、イコール減衰定数。濃度1の一イコール濃度1の一微小時間濃度1の速度。運動エネルギーの合計、イコール運動エネルギーの合計濃度1の質量、濃度1の速度2。ループアンティル運動エネルギーの合計が十分小さい。シミュレーションの停止。ありがとうございます。